あ、あ、あ、どうも、クリッチです。シーです。しおりチャンネルです。2024年も5月に入りましたが、もう3本目のしおり動画ですね。近年、バレに見るハイペースですね。そうなんです。今回は、茅ヶ崎ぼちぼちというライブバーで、5年ぶりにしおりライブしてきましたので、動画を作成しております。ライブで歌うのが久しぶりすぎて、ありえないくらい緊張しましたが、歌い始めたらとても楽しくて、皆さんと盛り上がることができて嬉しかったです。盛り上がりましたね。カバー曲含めて全5曲、旅館から最新作のアワーグラスまで、がっつり歌わせていただきました。お店まで応援に来てくれた皆さんにも感謝です。ありがとう。そう、感謝といえば、今回の動画素材を提供してくださったミルキーバンドの柴山さんとお客様の川澄さんにも大感謝です。ありがとう。それでは5年ぶりのしおりライブご覧ください。どうぞ。はい、よろしくお願いします。戸塚から参りましたしおりです。しおりです。よろしくお願いします。しおりです。足跡の波に溶けて傷跡だけ残してあの時消えずに言った言葉が今も、ありがとうございます。みんなで一旦見の写真きっとよくある片思いそうのはず。どうせすぐ忘れられると思ってた。
君を忘れない曲がりくれた道を行く生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂二度と戻らないくすぐり憧れた日きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよささやかな喜びを潰れるほど抱きしめてありがたい笑顔
ような日々を支えていてください。あの星に願う、こんな思いは二度と本当できないと思ってた。会えない日は辛いけどコツはつかめたかも。二人はこんな風だけど毎日繰り返して
叶うと思っていた。今だから
白身の二人でした。